皆さんこんばんは、 MK です。ニュースーパーマリオブラザーズパート16やっていきましょう。今回も前回に引き続きワールド6の方を進めていければと思います。まずは前回途中で諦めちゃった6の3からですね。そう、ここ2枚目のスターコインの場所が結構やばいんですよ。どういう感じでやばいのか気になるという方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。と言ってもまあ前回の動画見ていただいた方だったらわかると思うんですが、なんかね、土管の間に挟まれてるスターコインがあるんですよ。でそこが巨大マリオで土管を蹴飛ばさないといけないのか、それとも何かしら他の方法があるのか、ちょっと分からずじまいなんですよね。でもしも巨大キノコが必要だった場合、やばくない？だって巨大キノコをここまでさ持ってこないといけないってことですよね。カードにして、そんなこと任天堂さんさせるかって感じなんですけど、でもさせるんだよな。現時点で豆とか甲羅とかって全然手に入らないステージでも必要になってきますからね。ほら、ここのスターコイン多分巨大マリオでくればここの土管吹っ飛ばせるんですけど、そんなことしなくても取れると MK さんは信じております。土管の下入りました。あ、待て、その前に、危な、あ、3枚目か、MK さんが言ってんのは。危ないよ。ここで、この辺？あれ？ちょっと1枚取り逃してるよ。はい、こちら入りまして、3枚目ですね。さっきから2枚目、2枚目と言っていて、申し訳ございませんでした。普通に記憶があれでしたね。まあ、MK さんもさ、危ないよ。実はこのニューマリー、5日、まあ1週間経ってないぶりぐらいにやるので、まあまあまあ、その辺はご了承ください。なんかありますか？フラワーか。できれば豆が欲しいんですよね。そう、なんだかんだ、ワールド5の最後の城、豆マリオでクリアできてないので、豆マリオどっかではゲットしないといけないんですよ。今当たってたぞ、正直。で、待てよ。これ、まあまあまあ、ここまではいいわな。こっち行けんのかっつう話よ、結局。まあ、中間取ったよ。行けんのか。ああ、行けた。よかった。よかった。待てよ、これ、右側に行かないと大変なことになんない？これ、右側行かないとさ、ちょっと待って、右側、オッケー、よかった、ほら、あなた、最後まで叩けば何か出す？ほい、待て、オッケー、イーチャップまあ別にイーチャップいらないけどね、99期だから。危ない、ここのトゲイ。待って、豆かなんか、あるっていう風に期待して叩いてってもいい？いや、ないな、これ。ないな。全然ないな。で、それは豆かなんかじゃない？なんでもないか、もはや。で、おっきくジャンプ、オッケー、イチャップ。意味ないけどね。イチャップはもう99期以降はこのゲーム意味ないですから。ニューマリー、Wii 以降かな？は99期になるとマリオがね、帽子を外したりするんですけども、まあ、DS の頃はそういうのはございません。ということで、これ先にさ、上行く？その方がいいよね。あ、その前に下のカード、これ上書きされなかった時怖いから、普通にここクリアして、で、下のカード開いた状態で、キノピオの家行きましょう。もうそれくらい慎重にやった方がいい。フラワーが優先されるっていう可能性ない？豆よりも。可能性あるよね。待て、上だろ。ほら、あ、危ない、危ない、ちょ、怖、ほい、あれ、上が正規ルート違うよね。はい、スターコイン1枚ゲット。これくらい分かりやすいスターコインだったら毎回嬉しいんですけども、マリちゃん、ここ行けますか？下、うまいよ。上と下をなんとか使い分けていきましょうか。オッケー、うまいね。豆はないか。マジで豆とか甲羅がさ、普通に手に入るステージ少なすぎる。もうどっかで出たら覚えといてさ、そこ連続でクリアする方式にする？その方が分かりやすい気もするな。はい、でここももちろんフラワー、豆とかは出るわけないですよね。2枚目のスターコイン大丈夫？中間取っちゃってるけど。待てよ、こっち、え、足場意味ある？足場、あー、危ね、今当たってたぞ。足場意味あるか？なくね？待てよ、待てよ、この上違うのかな。もうこれ食らってもいいから行くか。ほら、で、こう来て、待て、こう来て、あったこれ何枚目ですか？はい、スターコインが2枚目だとしたら3枚目。待てよ、上じゃなくて下にあるっていう可能性ない？あ、違う、これ正規ルートがそっちなんだ。なるほどなんだ、正規ルート自体があれなんかと思ってた。右なんだと思ってた。で、ここ危ないよ。で、はい、フラワー使います。そう、ここ開けた状態で次行きたいですからね。いや、今でやっと中間か。え、何？うわー、怖い、こういうの。
こういうの怖いよ。待て、こういうの怖いな。でっかくジャンプできないからさ、あんまり無茶な行動が。今下なんかあったよね。え、下関係ある？ない。待って、もうこれゴール。うわ、なになになに、それよくわかんないこと言わないで。何今の黄色い土管と緑の土管ってことは、上ではこれスターコイン、どっちかに入んないといけないみたいなのが一番きつい。うわ、何が正解だと思う？上の方が行きづらいよね。ってことは上が正解じゃない？うわ、でも下の黄色は何？うわ、マジでわかんないじゃん。マジでわかんないじゃん。どうしよう。上と下どっちが正解だと、どっちがスターコインだと思う？行きづらいのは上だよな。じゃあ上がスターコインだろ。行け！残り100秒。どっちが正解だったんだ？どっちも正解か？ん？どっちでもいいのかこれ。あ、あった、あった、あった。あったけど、やっぱ上が正解なんだ。よかったよかったよかった。下行ってたら終わった。やべえ、時間がね。下の緑入ってたら終わりだったんだ。よーしよ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 し。今のこういうさ、どっちが、土管の色分けといてほしいんだよね。普通に考えたら、緑が通常のルートだから、赤とか黄色は、おー、ほんとだ。7744。ゾロ目が揃ってる。そして、残機も99。あんま関係ないかもだけど。よーしよしよしよし、そう。土管の色変えといて。任天堂さん、そこしっかりやって。で、今ので、お、なに？あ、巨大か。巨大はいらないな。ここで、豆のカードをゲットします。目押し、前回失敗してるんで、ここ確実に決めましょう、木のじいさん。木のじいさん最近出てないからね。落ち着け。待てよ。落ち着けよ。もう黙っちゃうけどごめんね。本気でやるわ。ああ、もうやばい、できなくなってきた。目押しが、目押しができなくなってきたんだけど、どうしよう。え、待って、砦で2つあんの？え何それ、ワールド6、砦で2つあるんですけど。うーわ、砦での2、何ですかそれは。豆とか手に入るんだったら何でもいいけど、どうせ手に入んないでしょここでも。うーわ、豆安定。ちょっとこれ目押しきついな。さ、なんか目押し100発100中だったんだけどさ。いや、30秒黙ってもいいんだったら豆当てれるよでもそれはさすがにって感じしない？ゲーム実況、あ、終わった？あ、終わってない、終わってないぞ。オッケーオッケーオッケー。これ持って、うん、まあまあまあ、あ、持って、よしよし、あ、いける、これ壁キックなしでいける。あ、一応、あ、待って、落ち着いて落ち着いて、周りよ、よし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 。これ復活しないよね、メット。復活するんかい。あー、ぶーね。あ、これ、これだけ？これだけ？これだけかーい。一応持ってくか。なんかで使うかも。使わないか？邪魔なだけ？うん、邪魔なだけだな、多分これな。いらね。よし、捨てちゃって。これはどっちが正解だと思う？左、いや、右だな。右の、オッケー！こういうところにした。まあ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 、食らっちゃうのは今のはしょうがない。ここで一回取っておこうか。はい、フラワーで、まあ、体力回復っていうと言い方おかしいですけども、スーパーの状態から、てか、ファイヤーの状態になりまして、これで2回食らっても大丈夫、怖いね。これヒップドロップじゃない？全然関係ない。あー、どっか行かないで、どっか行かないで、オッケー。フラワーなんとかゲット。豆が欲しいんですよ、豆が。最近凍らないね、なんか。おい、てか、ワールド6裏ゴール少なくね？今んとこ一回も裏ゴールやってない気がする。なんで？なんか、あれ？見逃してんのかな？ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。一旦ここ入ってみるか。多分右が正解なんだけど、分かった上で左入ってみる。なんかあったね。スターコイン見えたね、今。上だ。こう、ちょ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 。こう、こうで、今度は右に入る。スターコインどうやって取るんだ、あれ。なんかあったよ。待て。ああ、そういうことか、シンプルに。シンプルにそういうことね。オッケー、よかった。ファイヤー状態で。うわ、跳ね返ってくる。あと1枚。どこだ？豆とかないですか？もう全然ないね。あ、あったよ。これでいこう。はい、紐を渡ってで、下降りれば、結構楽に上に来れると。オッケー。で、あ、やばい。取っといた方がいいよね。この時点で取っといて、で、クッパジュニア戦行きましょうか。クッパジュニア、ワールド6で2回目だけど、何かしら作戦とかあったりするんですか？
ないですか？ないんだったらもうちゃちゃっと倒しちゃうけども。ほい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 。あ、甲羅投げてきた。投げてくる前に倒したけど。甲羅投げてくるようになるんだ。へえ、そして、あれだね。あれ？口のところにさ、そのよだれかけつけてんのは、いつから？今回から？あれ？前回までつけてなかったような気もするんですけど。忘れちった。ということで、ワールド6の、砦の2クリアすることができました。え、待って、裏ゴールなくね？裏ゴール現時点でないよね。ほら。まあ確かに、6、7くらいまで来ると大砲って概念が、まあないから、なくてもいいのか。じゃあちょっと、ここ、ハンマーブロスからいきます。ハンマーブロスが豆を落としてくれた場合、その豆をキープします。MK さんが。無理か？待って、これ何が正解？黄色では違う。え、じゃあ右だ。なんだよ。あ、待って、え、そうだよね。やっぱ上出るやつだよね。ほい、ここ、あぶね、君、豆だ。うわー、もう一番いらないわ。今一番いらない。君が本当にいらない。どうしようこれ。本当にいらないの来ちゃった。うわ、ほ、ちょ、ぱ、これ、え、やばくない？罠じゃん。これ、ダッシュした時にさ、終わるんだよ。今の、みんな分かった？甲羅状態だったら、取れないんだって。取れないっていうか、掴めないんだって、ロープ。やばくね？完全に罠。これじゃあ豆であってほしい。うわー、まあまあまあ、それはまあありがたいけどさ。今のやば。危ない、危ない。待って、これ上っていう説ない？大丈夫？一応上も見ておきたいけど、なんもないか。なんもないね。はい、じゃあ一旦無視しまして。待て。これ甲羅状態だとつかめないってことは、多分甲羅とか持った状態でももちろんつかめないと思います。ほいほい。これ上大丈夫？一応確認する。あ、終わった。これ終わり、終わりなんだ。結構あれだね。まあ頑張るしかないですね。行きましょうか。そしてハンマーブロスもさっきの赤いハテナブロックも使っちゃったから、パワーアップがない状態で進まないといけませんね。大丈夫か？道中、まあまあまあ、これパワーアップがどうこうってよりは、落ちないようにするのが大事なステージですからね。この辺いるよ。怖っ。よく分かっていました。また怖いね。はい、ここ滑ってジャンプ。あー、まあまあまあ、ちょっと待って。ちょっと待って。急いじゃダメだね。急いじゃダメだね。ちょっと今、急ぎすぎました。そして、1枚目のスターコイン、あれ、多分甲羅じゃないとゲットできないわ。そうだよね。あそこ取ろうとしたら落ちちゃうもんね。あれ、捕まった状態で届いてたか？怪しいな。待って、急ぐな。急いでいいの、この辺までだよ。こっから急ぐな、こっから急ぐな。この辺。待て、あ、危ね。ちょっと待てよ。いや、それ、届いてないよね。届いてない、届いてない。だとすると、ここで、ノコノコを甲羅にして、こいつを投げないといけない。あ、おー、オッケー！よく取れた、今！はい、ジャンプ、うまいよ。で、やっぱ1枚目なので、残り2枚。待ち、頼むよ。ちょっと待って。どうなってる、どうなってる、どうなってる、どうなってる。あ、危ない、怖っ。待って、パワーアップ、オッケー、ありがとう。うわ、何これ。動くやつ？ああ、斜めるやつだった。落ち着け。斜めるやつ？斜めるやつはいいや。別にこれは難しくないわ。え？待てよ。これ何？これ何？本当か？本当か？本当にこれか？なんかあるんじゃない？危ない、危ない、危ない。なんかあるんじゃないの？え？じゃあ入るよ。上に進む。ああ、なるほど。地下じゃ、あったね。うわ、これ一発勝負じゃない？え？やばいやばいやばい。一発勝負だよ、これ。ほい、ほい、うますぎ。待て、ノコノコいる、ノコノコいる。怖っ。間にはまっててくれました。残り1枚。待って、今のも一発、ちょ、あ、これ、自動で生きるシステム。あ、下か？お、落ち着け。あ、まあ、いいや。豆ないし。豆ないじゃん。うわ、もう一枚いらねえ。一枚いらねえ。一枚いらねえの来た。待って、下か？下？関係ある？関係ねえんかい、下。走れ走れ走れ。マリオ走れ。ここ走って。運ゲーじゃん。運ゲーしろってこと？運ゲーしろってことだよね。あそこ。あれ、運ゲーだよね。ちょっと待って、もうちょい先進まして。何があるの？もうゴールだけ？待って、じゃあ何、さっきの土管は。運ゲーしろってことじゃないの？
真ん中どうですか、斜め、ん、何が、な、何がしたいんだこれは。一番右、これでほい、ここつくけど、だから何、だから何感がすごい、ちょ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 、止まれない止まれない、だから何感がすごいよ。一番左か、関係ある、スターコインと関係ないんだったら今すぐやめるけど、え、あ、関係ないんだわこれなんだよ全然関係ないんじゃん。で、危ない、パパパパパ、危ない危ない危ない、オープンねよく掴んだ。待って、残り秒数が少ない。ほい、上か、難しい、あ、上だ、オッケー、よかった。はい、3番、わー、なに、なに今の、なんで爆発したの、どういう理屈、どういう理屈、どういう理屈かわかんないけどゴールスターコイン3枚取れればあとはどうでもいいですからね。いや待って、これ豆もう どうしよう。ワールド5の城、いつまで経っても攻略できないじゃん。どっかにあったっけ、ちょっと待って見てみる、どっかにさ、あれあったかな、キノコの家あるじゃん。え、これ何、スタート地点なんかちっちゃくね今の、キノコの家、あ、一緒だ、よし目押しします。もうちょっと待って、もうガチ目押しするわ、ごめん、黙るね、ガチ目押しする。いや下手すぎもう MK さん下手すぎ、待って、やば、なんで、なんでできなくなった、なんでできなくなったんだ、一個遅いんだよね、なんか、ちょ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 、やばいやばいやばい、あとは、うーわ、最後の一個だったかもしんない、あのキノコの家、ちょっとキノコの家ないですか、他に、他にキノコの家はありませんでしょうか。あ、ある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 、え、これ復活すんのかな、使ってなかったのかな、ちょっとわかんないけど、うわ、これさ、キノコ大丈夫だよね、次取ったら上書きされるよね、遅いんださっきから MK さん、遅い、早めにやります、待てよ、オッケー、うまい、そういうことだ、ちょっとずれてたんだタイミング、はい、豆キノコなんとかカードでゲットすることができました。そしたらこれでワールド5の城、もう次回こそクリアしちゃいましょう。もう毎回ここばっかし気になっちゃって、ちょっと MK さん集中できてないんで、次回一発でこのワールド5の城、豆をキープして進んでクリアしまして、まあね、あの、思い残すことなくワールド6やっていければと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして次の動画をお待ちください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。